久しぶりに土瓜湾ですね。ああ久しぶりやな。どれぐらいかな、2、3ヶ月ぶりかな、もっとかな。まだ暑かったかな。ちょっと変わってますね。これ左行ったら面白いとこあんのよね。今日はですね、あれどこやったっけな、インド料理行きます。ペブラニッツァ行こうかな。ペブラニッツァはね、香港の最大のインドファーストフードです。めちゃくちゃいいです。ペブラニッツァなくなった。もう一個向こうやったかな、あれかな、アトリのマークないな。もう一個向こうかな。なんかね、ちょっとバレちゃうよな。これもね、何個かあるんですね、インド料理屋はね。ちょっとアップを見てみましょう。なんて書いてあるのかな。バイト。テイスティーバイトって書いてあるのかな。ということは、これは前もあったけど、いかんか。あの、鳥の王様みたいな。何時かな、11時50分ちょうどいいぐらいですね。おもろいね、この不動産屋、いろんな言葉で書いてますわ。さすがやね。お、ここやん、ここやん、ここやん。これでね、香港入ってあったよね。テイクアウトでしたからダメです。おかしいな、右行ったとこやったと思うねんけどな。前来た時何しに来たんかな。これも面白いんですよね。ちっちゃい店がたくさん入ってて、ね、いいんですけどね。あったー、ここや。チームもいいかね。ベルニッツァにしましょう。さあ何しようかな。ここ一番今まで来た中で綺麗かな。違いしたとことあったけど、こっちにベルニッツァは、あの、何だっけ、トルコのあの、包んで食べるやつだけではないんですね。それは本当ビリヤニやった。ちょっと高めやね、70何度目。まあでもうまかったから
OK ですね。さあ今から頼まれてるものを買いに行きます。いやーすごいな。これね、カーブを描いてるのがすごいよね。でかい住宅ですよ。あ、その半ですね。他にも見たことあるのか。八百屋って書いてある。この近くですね。そうそう、これすごいよね。歩道にこんな現れるやつ。お、ジョリビーや。すごいな、ジョリビー。この量すごいよね。あ、ほんまもう音符や。ここや。ジョリビーあります。音符来ましたね。どうしようかな。ジャスコ行こうか。ジャスコ行って、ほんまにこんなメッセージすべてもできたよ。
このビルディング、なんか新しいビルディング、手鏡ですか。